おはようございます、千蔵です。8月21日朝会よろしくお願いします。まあ、今注目されてるのはやっぱり中国ということでしょうね。今週まあジャクソンホールあります。引き続きアメリカの長期金利の動きっていうのは重要なんですが、まあ、短期的にはやっぱり中国の影響っていうのが世界にこう影響を与えているっていうところですね。 えっと昨日発表、昨日じゃないですか、あの金曜日発表されたあ日本の CPI 前月比0.2から0.4パーセント、えっ、ー、とコア指数が3.3から3.1パーセントということで、えー、まああのーまあ、ほぼほぼ予想通りだったのかなという感じはするんですが、こんな感じになってますよね。はい、えっ、ー、と、えー、まあこんな感じになってて。 コアコアの部分、えー、生鮮食品とエネルギーを除く分は4.2から4.3というところですよね。うん、でえー、っとまあ、えー、前月でいうと0.2から0.4ということでそうですね、まあ、総合指数とコアコアのところが、まあ、伸びて、えー、生鮮食品を除く分のところが前月比では若干低下したという形で。 なんですが、エネルギー価格が8.7%低下ということで、前月の6.6%から下落率が拡大ということで、電気も16.6%低下、都市ガスも低下ということで、大きく低下したわけなんですが。 今後、ちょっとガソリンとか等々も、えー、と補助金の減額とか、まあ、そういうこともあるんで、まあ、エネルギーとかあのガソリンと電気代に関しては今後、えー、そ,のそこら辺のうん政府の政策がどうなってくるのかというのは非常に重要なところではありますよね。はいえー、そんな感じでございます。 あとは人民元、えー、基準値をすごく減高方向にしたということでこれ予想が10時15分の基準値発表前に出てくるんですがこれ予想は、まあ、7.3ぐらいだったのが7.2っていうふうになって結構かなりいあの <laughs> すいません予想より減高方向になったというところで。 えと人民元、オフショアなんですがオフショアはこんな感じですね、ここ前日で木曜日、あのー、介入を強化するっていうような話で0.35ぐらいから、えー、0.3ぐらいに低下、まあ昨日は若干、あのー、スタート時7.28ぐらいまで下落した後反発したんですがやっぱりちょっと人民元ね、あのー、中国当局は7.35あたりを こう介入警戒ゾーンにしているような感じはしますよね。あとはえっと周 PBOC あの中国人民銀行十七日に金融政策実施報告ということで人民元過度の調整リスクを断固阻止ということでまあ、強いあの人民元安に対する牽制を行いましたね。まあここここら辺、えー、過度の動きに断固 えとせあのー、行動するみたいなのは、まあ、どっかの国も言ってるわけなんですが、まあ、非常にあの人民元の動き注目されるところです。あと商還会って、まあしょあのー、中国のこれ、あのーえー、とこちら証券の方ですよね、えー、とこちらの方も 株価のおー、まあ、下支えっていうんでしょうかね、ここら辺を、まあ、これ、正式には中国証券監督管理委員会っていうんですけど、まあえーと、17日に取引コストを引き下げたり、自社株買いを支援したり、長期資本の導入を実施したりというような、まあ、そういう政策をするというような、えー、発表がありました。まあ、ただ、えーと うーんまあ、18日の上海総合指数は1%、反戦指数も2.05%下落ということで、まあ、ちょっと株価、止まらない感じはしますよね。で、これまたゆっくりやりたいなと思ってるんですが、まあ、中国、えー、と高大がアメリカ、ニューヨークにキャプチャーイレブン、えー、を。を 申請したとということで一方でカントリーガーデンですよね、こちらも時価総額3800億円ということで、えー、と年初1兆6000億円ぐらいあったんですね、これ、4分の1ぐらいになっちゃったというところですよね。あと8月6日、社債の利払いができなかった32億円、まあ、負債総額28兆9000億円あるということで、 まあ、2024年の末までに国内24億ドル海外20億ドルの返済が必要であるということでここら辺の問題ですよねどうなっていくのか、まあ、あのこれがリーマンのところに発展するようなリスクっていうのはあくまでやっぱり中国の国内問題だと思うんですよね今のところはねただやっぱり中国の投資家がかなりダメージを受けるんで えとやはり中国の,あの経済に関しては非常にネガティブな影響を与えるんではないか今後ゆっくりですがネガティブな影響を与えそうな感じはしますよねこれ、まあ、日本のバブル崩壊とよく比較されるわけなんですが、まあ、そこまでいくのかどうかっていうのは今の段階では分かんないんですが、えーとまあ、短期的になんかそのリーマンショックみたいなクラッシュがあるっていう感じでもないあ,のあくまで 投資家的には国内の問題なんだけどそれによって中国の景気が悪化した場合やっぱり世界経済に対する、あのー、影響っていうのは大ですし、えー、まあ今のところインフレ世界的にインフレになってますけどこの中国の 影響で、えーまあ、デフレ傾向が出てくるっていう可能性もありますよね。ここのところ、あのー、そうですね、中国の、あのー、影響を受けて、あのー、やはり、そうですね、まあ、5ドル、5ドルであるとか、えー、落ちてますよね。これやっぱり資源価格が下落してるっていうところも大きいと思うんで、まあ、そういう影響が、 世界的に出てくる可能性があると,いうこと,です、ね、あと英国、小売売上げが前月比1.6からマイナス1.6からマイナス3.2、予想マイナス2.1、前年比で0.6からマイナス1.2ということで予想のマイナス0.5も。 下回るとということで、コアの方も前月比マイナス1.6からマイナス3.4予想マイナス2.2前年比0.7からマイナス1.4予想マイナス0.7ということで、まあ、これを受けてポンドドルですねうんとちょっとごめんなさい15分にしますねえー、っと とここですね、えー、ポンドル、えー、1.2750ぐらいから一時1.269ぐ,ぐらいまで下落ということで、まあ、ここら辺、えー、とやはり英国非常にあの物価が上がっているということで購買意欲そいでますよねあとは大雨だった雨の影響があって、まあ、そこら辺も氷をおマ,イナスあのマイナス材料にさせたという特殊要因もあったようですねあとはそうですね アメリカの2年債利回りオは4.96から4.94、10年債も4.3から4.25に低下したということですね。アメリカ株式市場の方は若干上昇ということで、安いところからスタートしたんですが、やはりまあ週末、まあ、買い戻しあったのかどうかっていうところなんですが、まあ、ダウはえ25ドル高、えー、ナスは0.2%下落。 SP500 も0.01%下落、ラッセルが0.54%上昇ということで、まあ、安いところからは、ほぼほぼまあ高値に近いところで終了したということで、まあ、こんな感じになってますね。1週間の動きを見てみると、 1>, 1週間を見るとやっぱりどれもこれも安いというところで、まあ、テック系のところがやっぱり弱かったんですけど NVIDIA だけ1週間で見ると6%ぐらい上昇したというところで、まあ、ここがまあ唯一良、えー、かったかなというところですねあとは、うんまあ、そうですねヘルスケアのところとか、まあ、そこら辺かなという感じですえー、っと 今週、ジャクソンホールありますし、き今日に関しては、えーと、月曜日ということで、まあ、一番注目、ここですね、中国が10時15分、ローンプランムームレートの引き下げが予想されてますので、やはりあの中国、いろいろな策を打ってきてる中で、金、え、利、ーまあの引き下げですよね、これが、えーとまあ、予想通り行われてどのぐらい影響するのかっていうところを注目したいかなというふうに思います。日経新聞うーん 運用立国を目指すうん、まあ、中途半端な言葉なんですけど、まあ、いろいろ n、ね、ニーサとかあの拡充とかっていうのがあるんでまあまあ税金を安くしていただくのはありがたいことなんですが問題はあの資産価格自体が上昇するのかどうかということで、まあ、それに沿、えー、う,うような政策なり各企業の努力っていうのは必要なのかなというところがありますよね。まあ、いくら 税金が安くなっても <laughs> 資産価格自体が上がらないんじゃねしょうがないんでということであとちょっと気になったのは半導体需要が減るっていうところですかねあとブルームバーグ結構いろいろ面白いニュースがありましてうーんまあジャクソンホールで いうところですよね中国景気支援急ぐということで20日にも、えー、と人民銀行が声明を発表してしあの融資を増やして貸し出しにおける変動は、えー、避けなければならないということで地方政府に、えー、まあ大体30兆円規模の特別仮開催の発行を認めるというところですね。えー あと,あと地方政府の資金調達事業体に低コストで長期の流動性を供給するため市中銀行とともに特別目的事業体 SPSPB ですねスペシャルパーパスービークルですかねの設立可能性がある、まあ、まあ要は人民元の下落を抑え株式市場でさっき言ったようないろいろな支援策をするとと,ともに、えーまあ、こういう資金 国がかなり悪化しているところに対して政府が、えーとまあ、保証するというか融資をつけていくという、まあ、そういう政策を <laughs> まあする、まあ、日本のバブルの崩壊の時と同じですよねこれをどういうふうに、えー、処理していくかというもの問題はやっぱり中国にとってやっぱり息の長い問題になると思うんでこれだけ不動産が急速に、えー、と上昇した中の逆回転なんで。 うんまあ、半年1年で終わる話じゃないと思うんで、まあ、それが、えっと、中国にどういう影響を、まあ、ち当然、世界にも影響を与えるんで、まあ、そこら辺は注意していかなきゃいけない問題ですかねというところですよね。あと、JP モルガン・アセット・マネジメントのお投資最高責任者、ボブ・マイケル氏は債近に強気というところですね。 プーチン氏、えーと、2024年の選挙に向けて、ロシアっ、えー、と、まに、あ、今回の利上げも圧力かけたんじゃないかというところですよね。うん、はい、えー。そんな感じで、えー、ございます、えーと。ドル円に関しては、そうですね、145円のところが一旦サポートして、 るというところで、えー、ピポッと見てみましょうか今日のデイリーピポット5円の4丸あたりなんでここがどうなるか下、まあ、4円の93上が、えー、5円の87ということで、まあ、とりあえず戻り高値の7 5 8丸あたりですよねここを抜けられるかどうかということで、まあ、ちょっとここが戻り売りになっちゃうとなるともう一段の下げがあるのかどうかというところですね日経平均の方も えー、一応3万1200円ぐらいのところがこれ先物なんですが、えー、とサポートされて、えー、と戻りがやっぱりこちらも3万1700円800円のところですよねここを抜けられるのかどうかというところで、まあ、ちょっと、あのー、円高、えー、株安ちょっとリスクオフ的な動きが先週は見られたんでこの流れが継続するのかどうか に注目したいところなのかなと思います。あとやっぱり資源国通貨、まあ中国絡みなんでね。まあ、これ先週のあの色付きのやつは先週のピポットなんですが。うーん まあこんな感じですね、えー、今週の週間ピポット、0.6430あたりなんで、まあ、ちょっとそこら辺を超えて0.65ぐらいまで戻,すの戻せるのかどうかというところで、まあ、5ドル円の方も、そうですね、こう下落していって、92円の80が一応サポートしたんですが、93円の60あたりですね、戻り高値のところ、どうなるか、そこを抜けた場合、94円ですよね。このゾーンが 抜けられるのかどうかっていうところは5ドル円援、えー、注目されるところなのかなというふうに思います。はいえー、あとはそうですねちょっと気になったのはやはりその動きってシカゴの通過先物の,のところでも5ドル ショートが、えー、と前週の10万枚から12万枚に、うん、増加してるんで、まあロ、ロングも増えてるんですけどね、うん、そこら辺ですかね、ドル円に関しては、えー、とロングが、円ロングが2万3000枚から3万4000枚、円ショートが10万6000枚から11万5000枚ということで、まあ、ネットでは、えー、円ショートが8万3000枚から8万、うん、900枚ぐらいに 減少したというところですね意外に円ロングが増えたっていうところでまああのドル円の下落を見てるのかどうかというところですねはい、えー、そんな感じになります今週はやはり中国の動きとジャクソンホールが注目材料になるかと思います、まあ、この、ね、動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします